美味しそう、めっちゃいいね、それをみんな。タランチュラあるけど、どうする？え？タランチュラ？うん、タランチュラってこれどうやって食べんの？タランチュラ、タランチュラ、でも食用？まあ一応食用でしょ。特に食用とも書いてない。タランチュラ、スナックってのも書いてない。タンパク質がすごい。虫ってタンパク質なんだ。タケオ、タケオ、名前ついてるタケオ、お前タケオだよ。ちょっと、あー開けてる、開けてるよ、カンタが。みんなタランチュラ開けてる、知らんぞ。お前もう私が卒業するんだから、卒業祝いにタランチュラ食えよ。だけどお前が食え。僕だよ。逆逆。匂いを嗅がせんじゃないよ。なんか漢方薬みたいな匂いがする。漢方薬か。なんだろう。臭えような臭くねえような。そうなんかね、うおーって感じではないんだけど、普段あんま嗅がない。タケオ。何？おみさんの気になってんなら、ごめんなさいよ。いや、視聴者の方が気になってんだよ。ほら、タケオ。タケオ。そう、タケオ。名前ついてる。みんな食べたいの？いや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 。誰で食べてもろてだって。うぅー。え？見せてみる。ちょっと、マジかよ、おめえ。ねえ。うわー。皆さん、これは思った以上にあれなんで、いや本当にあれだよ、あれ。ダメ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 。お前なんで開けたんだよ。いやなんか匂い嗅ぎたかったんだよね。今度食べるだろ。食べねえよ。アイドルやぞこっちとら。お前はもう2回ライン超えてるから、もうアイドルじゃない。いやいやいや、お前だってね、1回ライン超えてるんだから同じようなもんです。超えてないです。超えました。タランチュラ、タラン、うわぁ。やっぱ見て、皆さんね、これ多分見たら、皆さんこの中のこのね、状態を見たら、こいつの多分ね、さすがにビビると思う。見てほしい。いやもう食べようとは思わないでしょ。うわぁ、マジ、ハルちゃまの頭のおかしさが分かってしまった。ハルちゃまよく食べたね、マジで。本当た、え、ま、頭おかしくなる。リコ先輩も食べてたけどさ、開かない。どうやって開けるんだ。うわ、開いてしまった。うわ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 。あ、こういうこと。意外とちっちゃいんだよね。意外とちっちゃいんですよ。なあ。ちょっと待って、足取れてね。足取れてる。毛がたくさんついてますね。たくさん毛がついてます。待ってよ、本当に？待って、ここ、え？やだよ、こんなのないよ。なんかただここ朝食クッキングでこんなタランチュラ見せられると思ってなかっただろう。もうタランチュラもこんな袋に入れられると思ってないんだよ、こんなさ。食べてあげなさいよ、ほらタランチュラ泣いてんねん。キャーってんだよ。うわ、食べてほしいの。キャーって見て、ほら見た なんだお前、食べるの止めてんのか食べさせてんのかどっちなの。なんかでもちゃんと最初は普通に食べて、普通に食べて、ポコがどうしても食べたいって言うなら一人でお食べになっていただいて、まあ、やっぱね卒業もするんだからね、最後に記念で。何の記念だよ。でももしあの食べずに卒業しても、うん、あの食べさせて僕がみんなに報告するから。最悪すぎる。あの桐生ココというね同居人がいるんですけども、そいつ同居解消します。ふざけんな。食べさせましてね、こんな反応してました。ピーピー雑談したるわ。出ていきます。パワポ
ここで雑談したら、おめえのパワポでお前すべてを家出をね家出を語ることに実家に帰らせていただきます。実家に帰らせていただきます。パパドラといた方がマシ。いやそれはどうかな。パパドラもなかなかだぞ。パパドラやばいかな。じゃあじゃんけんで負けた方ね。最初はじゃんけんぽいマイコでしょ。あー負けたー。どれ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 。ちょっとちゃんと飲み物の準備しとけよ。本気なんですけどこいつ。やばいこれドキドキする。僕が触らなきゃいけないのか。終わったね。俺は終わったバカ野郎。